こんにちは。1年社会科の松田です。これから個人と社会の1学年課題の取り組み方を解説します。皆さんは今どのように地図や国や人物を調べていますか？いくつかアドバイスをしたいと思いますので、取り組みに応じてアドバイスを参考にしてみてください。もう終わってしまった人も、一度この動画を見た後にもう一度見直してみてください。一つ目です。課題に取り組むべき時のアドバイス4つ紹介いたします。1つ目、調べ方。2つ目、見やすさ。3つ目、強調の仕方。4つ目が発展バージョンです。それではいきましょう。最初の調べ方、皆さんは調べるときに一つの事柄を一つのサイトから調べてませんか？一つの事柄を調べる際にはできるだけ複数の情報源を参照にしてみてください。例えば織田信長を調べるのに、ウィキペディアだけしか使っていませんということは、少し情報に偏りが出てきてしまう可能性があります。ですから、さまざまなサイトを見ながら、もちろん教科書もしっかり見ながら確認をしてみてください。今ウィキペディアと言いましたが、こちらにあるようにできる限り信頼のおける情報源を活用します。ウィキペディアなどは誰でも簡単に編集することができてしまうので、場合によっては誤った情報が載っているかもしれません。信頼のおける情報源の一例を皆さんにお示しします。例えば地理でしたら、外務省のホームページや皆さんの使っている地図帳の出版社帝国書院のホームページ、国際機関やさまざまな研究機関のサイトもぜひ見てください。実際に例を挙げると、例えばこの帝国書院、世界の面積とこちらから見ると、それぞれの国の一覧が出てきて、そこの国の一覧の右側には面積が載っています。さまざまな輸出品や輸入品や平均値分なども載っています。これから課題を調べたり自分で研究したりするときにも使えますね。またこちらはキッズスタットといって、総務省が出している中学生向けの情報サイトです。こちらもぜひ使ってみてください。戻りますが、歴史でしたら、例えば漫画から情報を得ることもまあできます。苦手な人はここから始めてみるのもいいでしょう。その他には、その人物の記念館やゆかりのある地方自治体のホームページ、博物館、教育関連の出版社が出しているホームページ、またこの下にある新聞社のデータベースにもアクセスしてみるといいでしょう。調べ方ですが、人物の概略やパーソナリティ、その人物が歴史にどんな影響を与えたのか調べる。地理は国や輸出品等のデータを2つ以上の情報源から比べる。比べるときは調査年度に注意してみてください。また平方キロメートルや何万人など単位にも注意してみてください。2つ目、見やすさです。文章だけでももちろんいいですが、関連するイラストなどを少し入れてみるとどうでしょう。
また後で見返したくなりますよね。そうでなくても印刷する環境があれば画像を印刷して小さく切ってそこに貼る、そういったことでもまとめは きれいに見えるでしょう。2つ目ですが、順序立ててまとまっているか。調べたことをただつらつら書いているだけでは見やすいとは言えません。例えば1、その人物の大まかな説明、2つ目、人物の性格や生い立ち、3つ目、行ったこと、4つ目、歴史に与えた影響。この順番をすべての人物で守ることができれば、後から見返したときにもすぐに分かりますし、論理立てて書く癖ができます。最後になってしまいましたが、丁寧な字で書いている、こういったこともとても大事な要素です。例えば卑弥呼でしたら、一番端っこ、この辺りにイラストを入れてみてはどうでしょうか。3つ目です。強調させる。後で見たときに自分が気になったところや関心したことをマーカーを引いて目立たせてみましょう。アンダーラインでも構いません。後で見返したときに自分が気になったところがすぐに調べられますし、またきれいに見える、そんなことも期待できます。また強調のさせ方としては、重要語句や関連する言葉など同じ形式で囲ってみるのもいいでしょう。四角や丸、例えば近くに星印なんかをつけてみるのもいいかもしれません。最後です。発展バージョンとして、時間があれば他の人物や他の国の比較、関連付け、分析をしてみてはどうでしょうか。例えばこの人物の他の、この時代の他の人物はどうしていたのか、他の時代の似たようなことを行っていた人たちはその人物とどんなことが違ったのか、考え方なのか、出身なのか、生活のスタイルなのか、また他の時代、同じ時代の他の分野の人物と何か共通点はないか。こちらは歴史ですが、地理でしたら同じ国同士を比較してみて、国と人口、面積、これらを比較してみると何か関連したことはないのか、共通点や違いが見つかるか、そういったことを確認してみるといいでしょう。最後になりますが、ぜひ時間のある今、まとめをする際にはぜひこだわってみてください。まとめにこだわればこだわるほど力がついていきます。いろんなものを分析してみたり、何が大切なのか強調させたり、これらがしっかりできるようになれば学校が始まったときに一つ成長して授業に臨めるでしょう。それでは最後まで頑張ってみてください。